そして長女のあずさちゃん、そして次女のあきらちゃんです。 今までかけてをかけながら支え続けてくれた奥様の麻生さん、そして家に帰ると笑顔でほっとさせてくれた長女の麻生ちゃん、次女の明菜ちゃんです。今手ぶらもりパパにしっかりと花束を渡しています。どうぞ大きな拍手をお願いします。 監督びっくりさせて大変申し訳ありません。サプライズでした。それではここで改めて手倉森誠監督より皆様にご挨拶をいただきます。監督お願いします。VTR 見て涙が出てきました。 考えてた言葉をも忘れるぐらい今感極まってます。もうまずは去年に引き続きホーム最終戦を飾らずにすいませんでした。去年の 悔しさを胸に今シーズンは優勝を目標に掲げ戦ってきましたが、厳しい悔しいシーズンとなってしまいました。期待してくれた皆さんに応えることができず本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです。ただ選手たちは 希望の光として使命を果たすべく一戦一戦力を注いでくれたと思います。今シーズンの成績、私は決してベガルタ仙台の低迷ではないと思っています。2011年 震災が起きた年、クラブ史上の4位、そして復興元年の昨年準優勝、チームは躍進をしてまいりましたが、今シーズンさらなる躍進をできなかったのには強力なバネが足りなかったなと、それに気づかされたシーズンでした。 今シーズン ACL を交えた戦いの中で厳しさ悔しさ、この味わった経験は決して来年につながるものであるし、この厳しい状況の中でも